来ましたか。どうやら覚悟と決意は固まったようですね。鋼の聖女、ウロボロスの使徒ですか。カンパネルラが言うには、あなたたちの計画とやらはすでに帝国方面に移ったそうだな。これ以上クロスベルに居続ける必要はあるのか。いえ、厳密にはありません。博士はゼロの司法の潜在能力に興味を示していますが、すでに我らの計画からは外れてしまっている存在です。あとはクロイス家の方々とあなたたちの問題でしょう。だったらどうして。正直関係ないんだったらお引き取り願いたいんだけどね。簡単なことです。司法の巫女殿から直接頼まれたからです。キーヤちゃんから引き受けましょう。巫女殿の意には極力沿うようマスターに申し使っています。ありがとう。あなたたちのマスターにもお礼を言っておいてね。戦機の牽制、いずれも人としての域を超えた者たちが集っています。これ以上先に進めばあなたたちも無事ではいられない。傷つく姿は見たくない。そのように言っていました。キーヤ、キーボは、そんなことは。ありがとう鋼の聖女、おかげで迷いを完全に断ち切れた気分だ。なるほど、今の話を聞いてそうなります。どうやら最後の一押しをしてしまったようですね。ああ、あなたには何としてもそこをどいてもらう。壁を乗り越えてあの子を抱きしめるためにも。ここで引いたら男が廃るってもんだぜ。女だって同じです。どうやら完全に火がついたみたいだね。私も全力で援護させてもらいます。いいでしょう。アンギスが七中、鋼のアリアンロード、ゼロの巫女殿の望みに従い、ここに壁として立ちふさがらん。いざ尋常に勝負。見せてみなさい、あなたたちの覚悟。戦いのダンス始めようか。もろすぎる。任せてくれ。僕の番か。エニグマ駆動。私の番です。 AO システムで解放します。移送空間にアクセスです。絶対障壁を個別面解解。ゼロゼロフィールド。僕の番か。エニグマ駆動。行くよ。エニグマ駆動。エニグマ駆動。
行くよ。荒ぶる神の雷よ、いざ戦場に来たれ。それ。行くよ。エニグマ駆動。やれやれ。さてと。僕の番か、エニグマ駆動。任せてくれ。うさあさあ、耐えてみなさい。我は鋼、全てを断ち切る者。これで終わりです。やれやれ。エニグマ駆動、行くよ。僕の番か。我が深淵にてきらめく青金の刻印よ、大いなる貝が離れて我が右手に集え。おお。だけだけ明かし隠れ。さてと、エニグマ駆動。やっと私の番ね。エニグマ駆動。荒ぶる神の雷よ、いざ戦場に来たれ。私の番です。ドライブ開始。さてと、エニグマ駆動。それ行きます。ドライブ開始。やあ、さてと、ドライブ開始。行くよ。俺の番だな。それ。やっ。私の番ね。僕の番か。やあ、行きます。ありがとう。はい、栄養システム開放します。移送空間にアクセスです。絶対障壁へ個別面会。
フィールド。荒ぶる神の雷よ、いざ戦場に来たれ。それ。行くよ。僕の番か、エニグマ駆動。えい、さてと、エニグマ駆動、行くぞ。うおいくよ、エニグマ駆動。やっ、私の番ね。エニグマ駆動、それ。やれやれ、エニグマ駆動。なるほど、口だけではありませんね。行くよ。我が深淵にてきらめき青金の刻印よ、大いなる快楽なりて我が右手に集え。おお、だけだけアカシックリックボーン。僕の番か。僕の番か、エニグマ駆動。へい、任せて、エニグマ駆動。はっ、やれやれ。エニグマ駆動。はっ、やれやれ。それありがとう。クラウガイ滅。私の番ね、エニグマ駆動。俺の番だな、せいはっ。私の番です、ドライブ開始。やあ、さてと、ドライブ開始。それはい、ドライブ開始。へい、見事です。我が面を砕くとは。ならば私も全力で応じましょう。さてと、行きます。 AO システム開放します。移送空間にアクセスです。絶対障壁を個別コメント解除。ゼロゼロフィールド。私の番ね、エニグマ駆動。さてと、
これ終わりでありです。正義グランドクロス。よし、せい、はっ、それ、やれやれ、エニグマ駆動。荒ぶる神の雷よ、いざ戦場に来たれ。さてと、エニグマ駆動。さてと、うわ。へい。私の番ね。さてと、それ。やっ。さてと、エニグマ駆動。俺の番だね。せい、はっ。私の番です。エニグマ駆動。今だな。さてと。生命の奇跡。光天よ光。オーラレイ。助かりました。援護するぜ。やあ、私の番で行きます。 AO システムで解放します。移送空間にアクセス。絶対障壁へ個別展開。ゼロゼロフィールド。行くよ。行くよ。エニグマ駆動。はっ。僕の番か。それ。ありがとう。やった。よし、せい、はっ。やれやれ。ええ。エニグマ駆動。それ。やれやれ。エニグマ駆動。へい。さてと。エニグマ駆動。それ。さてと、エニグマ駆動。
さてと、エニグマ駆動。それ。さてと、ドライブ開始。それ。さてと、エニグマ駆動。なるほど、口だけではありませんね。行きますよ。裏抜け。さてと、エニグマ駆動。やれやれ。僕の番か。エニグマ駆動。それ。ありがとう。チャンスだ。うおー、タッ。僕の番か。やっ私の番ね。エニグマ駆動。やれやれ。行くぞ、俺の番だな。これが俺の戦略だ。メテオブレイカー。行きますよ。裏抜け。そこだ。さてと、へい。さてと、はっ。行くよ、エニグマ駆動。それ。行くよ。はい。ドライブ開始。それ。やれやれ。やあ。はい。エニグマ駆動。やっ。私の番ね。エニグマ駆動。行くよ。やれやれ。
我が深淵にてきらめく青金の刻印よ、大いなる甲斐が離れて我が右手に集え。おお、だけだけ明かしかけっバーン。それいきます。栄養システムで解放します。移送空間にアクセスです。絶対障壁を個別展開ゼロゼロフィールド。あるじゃない。俺たちの全力ってやつだぜ。驚きました。私に膝をつかせる者たちがよもや現れるとは。まだ立てるのか。でもこちらだって。これ以上矛を交えるつもりはありません。今のあなたたちならば戦機や剣聖たちにもいずれ届くでしょう。引いてくれんのか。光明を示せたのであればこれ以上は無用の手出しというもの。この結果をもって巫女殿には納得してもらうしかありませんね。そうですか。鋼の聖女、感謝する。だが僕らがあなたたちと馴れ合うことはありえない。それは分かっているよね。無論です。青の聖典、帝国での動乱が決着すれば幻影計画も完了する。こたびの顛末がどうなったとしても私有を決する時は近いでしょう。ああ、そうだろうね。鋼の聖女、一つだけ教えてください。あなたのその神、そして鉄器隊という名前、まさかあなたはかの獅子戦役の。よくぞ気づいたとだけ
答えておきましょう。エリー、何の話だ。それではさらばです。運命を前にあなたたちが答えを出せること時より祈っていますよ。エリー、一体何の話だったんだ。なんだかものすごく思わせぶりなやりとりでしたが。そうね、混乱させてしまいそうだからあまり言いたくはないけど、私の考えが正しければ彼女は250年前の人間だわ。何？それって250年前エレボニアで帝位をめぐる激しい継承者争いが起きたことがあったの。争いは帝国全土に波及し、ついには獅子戦役という名前で呼ばれることになったのだけど、その時中立の立場から戦乱を終わらせるべく立ち上がったとある女性の武人がいたの。リアンヌ・サンドロット。麗しき黄金の髪をなびかせ、決起隊という一団を率いて戦場を駆け抜けた人物よ。あ、それってまんまじゃねえか。私も本か何かで読んだことがあります。戦乙女リアンヌ、または槍の聖女リアンヌ。帝国では誰でも知っている歴史上の有名人だね。敵機体に敵機体、槍の聖女に鋼の聖女か。外見といい、確かにあまりにも符号が揃いすぎている。でも250年前、自らの働きで平和が戻った直後、彼女は命を落としたはずよ。暴殺されたとか病気だったとか、いろいろと諸説があるのだけど、普通に考えればその人物の真似をしただけだと判断すべきかもしれませんが、あの凄まじい力を見ちまうと本人にしか思えなくなってくるな。ましてやあの得体の知れねえ結社の人間だし。これは総長にも報告しておく必要があるな。やっぱり混乱させちゃったわね。いずれにしても彼女もクロスベルから去ってしまった。憶測は置いておいて、私たちの問題に集中しましょう。ああそうだな。よし、金の共鳴を止めよう。うまくいけばクロスベル氏の結界を解除できるはずだ。